ツーアウトとなって3番の中田、初球から打っていって取ったか、取りました、ファインプレーになりました、関根。1番の佐野、そして校長、おっと初球を打って、これもライト前へ、見事な先制タイムリーヒットになりました。あっという間のこの回の先制劇。いや、積極的に来てますか。そうですよね、まあ、校長っていうのもあると思うんですけど、はい、ある程度予測をした中でね、思いっきりこう振り抜いてますよね。予測ですか。そうですね、チャンスでこう前進してくるということは、いきなり落とすのか、それとも、ね、インサイドに強いボールかというところのどっちかだと思うんですよね。